アシェットさんからですね、えーまあ、専用のディスプレイスタンドを届きました。まあ、大きくてですね、まあ、このタバコと見比べてもらってもわかると思うんですけれども、35分の1の戦車、48分の1の飛行機と比べてもですね、まあ、その大きさがわかるとは思うんですけれども。ということでですね、えーまあ、ボディ関係もですね、まああ 組み立てながらこのショーケースの中に収納しとけばですね、えまあ、埃からも守れるということでですね、まあ、今回、あのー、フロントをやるんですけれども、この取り付け指示がないままですね、このランボルギーのエンブレム貼っちゃいました。あ細かいところまで表現されてまして、ルーペが必要だったぐらいなんですけれども、 おまあ、ミューラもですね、あの、延長が決定しまして、まあ、あの、延長は、まあ、どんなものにもあるらしいんですけれども、何があるのかなと思っていますとですね、ホイールですね、えー、色違いのホイールやですね、えー、まあ、ボディカバー、さらにはですね、あの、照明、えー、装飾の照明もできるということでですね、えー、まあ、とりあえず、まあ、延長してみようかなと。 まま現段階ではでではすすね、えー、考えてますでこのあのミニカー型のあの USB メモリーですねこれ娘が欲しいと言ってるので今回塗装では随分お世話になったのでですねまあ、プレゼントしようかななんてまあ思ってるんですけれどもでこのフロント部分の組み上げなんですけれどもあの合数とですね その制作がもうバラバラになっちゃってる、まあ、珍しいんですよねあの。82号なんですけれども、このパーツはもう,ずもうすでに到着してまして、えー、そのパーツの時にその組み立てがないみたいな、保管しとかなきゃいけないということなんですけれども、おまあ、この辺、あのーまあ、ライトなので、えーまあ、傷つけちゃうと、おまあ、やばいのでですね、必ずですね、このボディ周り。 この辺はあの仮組み、一度つけてみて、えー、確認してから、あまあ、接着剤なら接着剤は落ちるということにした方がいいと思いますね。で、この LED もテストも何もないので、ちょっと不安っちゃ不安なんですけれども、取り外しがまあ簡単なので、ヘッドライトいちいち外す必要もないですから、あまあいいのかなという感じなんですけれども、 おーまあ、この辺もですね、えー、全然問題はないんですがあ、ボディを下に置いたり上に置いたりするので、必ず何か引いて、えー、まあやる。まあ皆さん、えー、分かってはると思うんですけれども、それと84号ではこのヒンジですね。これはあのプラスチック製ならどうしようかなと思ったんですけれども、まああのフロントの骨とこう持ち上げる部分ですからね、えー、まあ一応ダイキャストで、まあ、ダイキャストからダイキャストでつなぐ、まあネジの取り 指名か、ちょっと何度かやらなきゃいけなかったんですけれども、もうガチガチに止めてですね、えーまあ、一番大事なところですから。で、85号になってですね、フォグランプ、これもですね、あのまあ、取り付けるだけって書いてあるんですけれども、どうも外れそうなので、流し込みタイプの接着剤でですね、えー、固めてます。で、このウィンカーもですね、カーブ、 ボディのカーブ部分に取り付けるので、あのまっすぐ引っ付いてくれないんですよ。で、これもちょっとコツがあってですね。えー、まあ、合わしながらやるよりは入れながら、こうまあ、ピンセットでこう回し持ってやった方がいいですね。まあ、ピンセットの先には必ずマスキングテープを巻いてまあ、ボディを傷つけないようにした方があまあ、した。方がというか、僕はそうしたんですけれどもで86号ですね。 えー、まあ、この辺、こう左右両、両方フォーグランプが、ま、ついたと、いうことなんですけども、このヘッドライトとのこの辺見てるともう、震えが来るほど美しい。で、まあ、もちろん左右連動してるんで、こうやって遊んだりしちゃってもですね、えー、まあ、あの、かっこいいですね。で、87この、グリルなんですけれども、なんか説明書ではちょっと小難しく書いてあるんですが、まあ、結局はセンターのところのチョボにですね、えー 穴合わせて、えー、軽く押さえてやるだけで、えー、きちんとカーブになってくれます。で、これを取り付けるんですけれども、黒い部分ですね。上の部分がちょっと、まあはみ出るぐらいが、正常ですね。きちんと中までは入らなくなってます。で、僕の場合はちょっと肉厚が強かったので、プラスチック部分ですね。グリル部分はちょっと、実はヤスリで、えー、削って、えー、まあ、あるんですけれども、 で、88号になってですね、えーまあ、三浦の、まあ、トレードマークの一つであります、このまつげですね。それと、あの、エアダクト。この部分をつけるんですが、まあ、このエアダクトもですね、まあ、ちょっと説明書的にはちょっと小難しく書いてあるんですが、まあ、 正直なところですね、この骨とこう傾けた時に落ちないようにすればいいだけなので、この針金の部分ですね、この長い部分をボディの裏側につけるというだけでですね、左のページはそういうふうにするんですよって書いてあるだけで、あそこでつけるっていうわけではなかったようです。まあ、ちょっと結構、ま時間かかったんですけれども、まあ、なんとかつきましたね。それと、まあ、ボディの内側の パネルですね、えー。これ、あの、ヘッドライトのあの LED がちょっと干渉しそうで、まあ、怖かったんですけれども、まあ、最悪ライトがつかない場合は、ここまで、このパネルを外すまではしなきゃいけないのかなと。で、そのパネルの上からですね、このホイールカバー、ーホイールアーチって言いますかあ、このパーツをつけるので、えー、まあ、これもですね、結構あの、 怖かったんですけど、まあ、パチンとなるのでですね、えー、大丈夫かなと。まあ、パチンとなってからねじ締めでいけると思います。ということでですね、まあ、今回ボディが完了して、えー、次リアやろうかなと思ってるんですけれども、残り5号ぐらいでなんとか完成を見たいなと思ってます。